見事に鍛え上げた筋肉ですけれども、現在も肉体改造を続けている80代のボディービルダーなんですね。60代で始めた筋肉トレーニングを20年以上続けているといいます。この男性の元気の源はどこにあるのでしょうか。日の出前の午前4時、まだ暗い公園を歩く男性の姿がありました。やっぱり健康のためでしょうね。この男性の健康作り、ウォーキングだけではありません。大きく盛り上がったふくらはぎ、岩のように固く引き締まった広い背中、そして8切れんばかりの大胸筋。トレーニングで鍛え上げた見事な肉体を持つのは鳥海克美さん、御年87歳です。鳥海さんは福岡市東区のジムで週5日のトレーニングに励んでいます。筋肉きかんって、こんくらい軽かったじゃん。軽いですか。軽いさん、自動車の整備会社を経営していた鳥海さんが筋肉トレーニングを始めたのは今から20年以上前のこと。きっかけは趣味のゴルフでドライバーの飛距離が伸びなくなったからという些細なものでした。ゴルフの飛距離を伸ばしたいと言われて、多分続かないだろう。64で入ってくる人って珍しかったんですね。鳥海さんのトレーニングですごいことはもう継続することですね。やるって決めたことはやるっていう感じですね。2006年にはジムの会長に勧められ大会に初出場。70歳以上の階級で全国5位という成績でしたが、上位の人たちとの仕上がりの差を痛感し、その後さらにトレーニングに力を注ぐようになったといいます。我慢して我慢して我慢して今やっとここまで来たぐらい。結局はやっぱ体がいつこう鏡で変化していくとね、やっぱ喜び感じですよね。それ以外何もないです。それが今となって20年超えたんじゃないですよね、やっぱそれで。そんな鳥海さん、実は30代の頃には仕事の傍らコツコツ勉強し、夢だったパイロットの免許を取ったことも。好きなことを始めたらとことんやり抜くというその精神はトレーニングにも反映されていました。1、はい、2、はい。鳥海さんの見事な大胸筋を作り上げているのが、仰向けになってバーベルを上下させるベンチプレスです。40キロのバーベルを使って1セット10回を3セット、この他10種類のメニューを全て3セット以上、毎日コツコツ繰り返すのが鳥海さんの練習法です。今回取材した28歳の記者も実はボディービルの経験者。年の差およそ60歳の鳥海さんのトレーニングを体験させてもらいました。すごいですね。筋肉が喜んでます。これをやっぱ50回ぐらいするけ。50回。うん、一日に。50回。87歳の鳥海さん。その姿はジムの仲間たちの励みにもなっているようです。もう目標ですよ、私たちの鳥海さんは。やっぱ女性でも男性でもやっぱり年齢でこんなにね頑張ってやる姿やっぱりね目標。頑張らない。いやー、有名ですよ。もう尊敬してますよ。懸垂とかもやられるし、あのスクワットとかもやられるんですよ。多分86歳でやられる人って多分いないと思います。
着実に肉体改造を続けてきた鳥海さんは、来年開かれるボディービルの大会に出場することにしました。2006年以来18年ぶりのチャレンジです。来年から88歳の体を真剣様に見てもらうので、どのくらいのものか評価してもらおうかなと思っております。もうボディービル以外は何もない、もう 歩いてボディービルしかない。鳥海さんの原動力は目標を持って何事も楽しむこと。パワフルな鳥海さんの鍛錬はまだまだ続きます。